文字の読み書きは遊びの中で楽しく。シャボン玉石鹸プレゼンツ、もうすぐ小学1年生琴音ちゃんです。近頃料理のお手伝いもできるようになりました。今回みきママからこんな質問が。小学校に入学するまでに読み書きはどこまで必要でしょうか。お答えするのはキッズキッズオリオ保育園の山本由紀子園長です。小学校入学前までは読み書きは一生懸命にしなくても大丈夫ですよ。それよりもお友達とたくさん遊んだり、興味のあることを集中して行ったりする経験を積んでいく方が将来のためです。今はお友達と仲良くする力や自分で好きなことを見つけてやり込む力を学んでおきましょう。その方が小学校やそれ以降の進学、受験や就職まで成績も含めて有利な力につながるとも言われています。文字に親しんでくれる方法はありますか。自分やお友達の名前、好きなものの名前など興味のあるもので文字への関心を持ってもらいましょう。お友達に手紙を書いたり、好きなものの名前を書いたり、子どもから興味を持って文字に親しむ経験をするのが大切です。家では目の行きやすい場所に写真などと字を貼って、近くにクレヨンやペン、紙を置いてみる。子どもが興味を持つように仕向けて、親子で一緒に字を書いてみたりするのもいいですね。この時期の学びは遊びの中で楽しく行うことがポイントです。はい、わかりました。楽しく文字を覚えていこうね。頑張るよ。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。